今の日本ディアですね。あんたたちが選んだ自民党があのありさまですよ。昨日か、ニーハオモテギがですね、正式にあの総裁選に立候補すると。で、そのね、ニーハオが何を言い出したかって言ったら、外国人参政権認めるって言い出したわけですね。もうこの時点であの、民主党よりひでえじゃねえかというですね、本当にどうしようもないんですよ。で、そうかと思えばですね、えー、ズン次郎がですね、総裁選への出馬記者会見やりましてですね、 で、夫婦別姓をですね、一年以内にやるって言い出してるわけですね。本当にもうどうにもこうにもならないのが今の自民党なんです。で、それを選んだのが君たち日本人、日本国民なんだっていうですね。ただね、どうにもならなくてもね、騒がなきゃしょうがないだろうと。このままただ指くわえて日本が滅びるの黙って見てるかって話なんですよ。これが今の日本の姿ですから。 で、先ほどね、自民党のね、総裁選の話もしたけれども、その総裁選ね、出てくる人間、出てくる人間ね、みんなね、同じだと。で、仮に彼らがね、本気でね、自民党を変えるっていうんであるならば、自民党から抜け出しゃいいだけの話なんですよね。推薦人20人集まらないブルマンもそうですけどもね、カバコだってそうでしょう、ね。んで、小野デ娘とかね、偉そうなこと言う人間いるんだけれども、今の自民党がやってるのは真逆でしょうに、ね。で、次の総裁候補と目されてる連中が、 外国人参政権進めるとか言ってるんですね。民主党と何が違うのこれ、というですね。外国人参政権進めるとかですね。で、多様性国家にね、多民族国家だったかなあれ。多民族国家に日本を生まれ変わらせるんだとかね。あの、ニーハをモテキが言ってたみたいですけどもね。いや、もう、どうするんだよ、というですね。まあ、ある意味ね。ある意味分かりやすい売国というかね。スッキリする売国ですよね。もう、隠そうとしなくなったんですよ、彼らは。じゃあ、そういったね、連中に見切りつけてね。 とっととこう自民党から抜けてね、で、新たな政党でもね、何でもいいから立ち上げりゃいいじゃないかって思うけれども、でも彼ら絶対に自民党から抜けないんですよね。だからガス抜きだって言われてもしょうがないだろうって言ってるんですよ。実際その通りでしょうに、ね、彼らが何言おうがですね、何も変わらないじゃないですか。何一つ変わらないんです。一ミリも変わらないんです。ただね、国会で発言しただけ、質問しただけ、何も変わらないんですよ。 で、その何も変わらない中で、自分たちの給料はどん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 上がっていくわけですね。で、日本人の他の人たちの給料はどんどん下がって、物価はどんどん上がるというですね。